OK です。このままの。もっと前でいい。はい、前でいいね。ここで止まります。OK です。はい。なんかこんな感じで、本当だと実際のものを本当に映さなきゃいけない。皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、私にとってまた新しいチャレンジが始まったので、そのご報告をしていこうと思います。グローバルイノベーションチャレンジ2023、来年ですね、生活支援ロボットコンテストというのに、出ることになりました。これは何かというと、各国いろんな、下半身麻痺の方向けのロボットっていうのを制作しているんですが、そのロボットを使って本当に生活に密着したロボットになってるかどうかっていうのを、まあ、一つ一つのこうポイントをクリアしていって、そのクリアしていくと賞金というかね、そういうのがもらえて、よりまたそのロボットの開発のための資金が得られるっていうコンテストになります。なので、まあ、優勝を決めるとかではなく、一人一人がその課題に向けてどうやってクリアできるのかっていうのをやっていくものです。で、今回はですね、2年半くらい前に一度体験した富士大科大学の方で作っているウーパルっていうその麻痺用のロボットですね、そちらを使ってやっていこうと思います。で、まず第1回目、2年半ぶりなので、私がどれだけまず使えるのか、どういうところを課題としてやっていかなきゃいけないのかというのを、先日久々に富士大科大学の方にお邪魔しまして、久々にウーパルを、もうすごかったですね。計何歩やったんだろう、2時間3時間くらいウーパルでずっと歩いてやっていました。もう翌日は鬼のように筋肉がやばかったですね。はい、ということで、まずは富士大科大学に久々に行ってウーパルを使った映像からどうぞ。ウーパルとは装着型対麻痺者用歩行補助ロボットになります。内側また継ぎ手付き懲戒装具に6個のモーターが取り付けられています。それぞれのモーターをタイミングよく動かすことによって、健常に似た歩行のパターンを再現しています。いいですか、専用の歩行器と組み合わせて使用します。30秒できるか、うん、でも C ポジって感じです。 C ポジって、こっちが傾斜強くてお腹が引っ張られるんですよ。入った。 K 横はどうですか、真横。はい、はい、そのまま前。あー、前か。ゆっくりです、横からもう一個いいですか、はい、ちょっと強めにいきます、はい、あ、ちょっと右の形勢がね、はい、はい、いいっすね、はい、結構やっぱセンスが、センスがいいよね。はい、で、じゃあウーパルは自分の筋肉の信号などは関係ないので、ロボットの動きと自分の体重移動をしっかり合わせていくことによって、うまく使いこなせていくようになります。コンテストに向けて、より生活空間に近い環境で練習をしていきます。片手でもいいですか、開けれます。これだと、これあ、これ全然いいです。え、で、ここ支点にここタッチして戻れます。ちょっと僕に、私の体をもっと曲げちゃダメなんですか。あ、曲げていいです、曲げていいです。でもちょっとついた位置がこう、もうちょっと近づき、これでもいい。あー、嬉しい。あ、ダメ。あ、それいきます。あ、それいきます。とりあえず出せます。うん、
そう、OK です。このままのもっと前でいい、はい、前でいいです。ここで止まります。 OK です。なんかこんな感じで、本当だと実際のものを本当に映さなきゃいけないんですけど、鍋は全部、はい、中入ってて、中入ってんの、中入ってんです、こんばんは。意地悪。ちなみにこうすくったりとかそういうする余裕はありますか？なんで、あ、そうですね、こういうこと、あ、そう、そうです、そうです、はい、さそうです、OK です。でも OK です。できなくはないって感じですね、うん、のを覚えといていただけたら、はい、っていう感じですね。なので、まあ、できなくはない、できなくはない、はい、こんな感じで久々だったんですけど、やはり私の運動神経がいいので久々の人の割にはめちゃくちゃ動けてたそうです。で、その生活の中でね、
洗濯機に何かを入れたりとか料理したりとか、まあ、顔を洗ったりとか、まあ、そういうのをもっともっとうまくできるようにウーパルを使いこなしていくっていうことが今後の課題になっていきます。その密着動画を自分で撮って、まあ、コンテストの当日も、まあ、来年になりますが動画として収めれるので、どれだけウーパルを生活の中で使えるのかっていうのをぜひ皆さんも一緒に私のチャレンジを見届けていただけたらなと思います。はい、楽しみですね、どんな風になるのか。でもこれが本当にもっとコンパクトになってとか、もっと使いやすくなって生活の中でより使えるようになるんだったらいいなと思います。でまた当日ね、大会の時は他の国の方々のロボットも見れるので、そちらもすごく楽しみにしています。はい、ということでこのチャレンジ応援します、頑張れっていう方はぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。 Oh.